皆さんこんにちは。今回はコメントもらったケークサレを作ります。ケークサレは初挑戦で、友人からレシピを借りました。このレシピは ABC クッキングスタジオの冊子2個3月号に載っています。ネットでも掲載されています。初めて自作の分量ではないものになりますね。今回のパンは生地練りがありません。少し寂しい感じですが A グループの材料をボウルに入れ、温めた牛乳を加えて練ります。とにかくひたすら練ります。腕がしんどかったです。ある程度混ざったらバターとオリーブオイルを加えてさらに混ぜていきます。生地の練り上がりの見極めですが、粘りが強くなってきたら練り上がりです。生地が動画くらいの硬さになっていれば大丈夫だと思います。練り上がったら40度で30分発酵させてください。発酵中に具材を下ごしらえします。ウインナーとチーズを細かくカットしてミックスベジタブルと混ぜておいてください。これで具材の準備は終わりです。今回のパンは作業が少ないです。発酵が終わったら具材を生地に入れて混ぜていきます。均一になるようにしっかりと混ぜてください。生地と具材を混ぜ終わったらカップを入れたマフィン型に生地を入れていきます。カップは好みの問題かもしれませんが、入れた方が食べる時に手が汚れないのであった方がいいと思います。生地を入れたらトントンと型を落として空気を抜いてください。ここまでできたら2回目の発酵です。40度で20分発酵させてください。2回目の発酵が終わったら生地の表面に粉チーズと粗挽き胡椒を乗せてオーブンで焼きます。190度で24分焼いてください。